壁、小さな家の中でひそひそ話そう。秘密の作戦みたいに連れてこられた三人の真っ赤な目には、大人に隠してた過去がある。怯えた顔で、僕は化け物だから、私は告げる、そんなことはないよって。真っ赤な色は主人公の色だから、怯えていなくてもいいんだよ。かな。